はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということで本日なんですけども、即キュアシリーズですね。はい。その即キュアシリーズ、誰かと言いますと、こちらです。はい、まあサムネにあると思うんですけども、田中選手ですね。はい、マー君。ピッチャーのね、即キュアシリーズは私初めてでございまして、なんで今改まったんやろ、すごい。まあちょっと何試合できるかわかんないんですけどね、ピッチャーやると5試合また回さないといけないので、ちょっとね、どうするか迷ってるんですけども、まあとりあえずちょっとね、即キュア極みにしていきたいと思います。即キュアじゃないんですよね。もうレベル50にまで上がってるんで即じゃないんですよ。ちょっとね期間が空いてね撮影できなかったんで、まあちょっとねレベルマックスにして称号チャレンジもしようかなって若干思ってます。限界突破工事使ってね、まあちょっとやっていきましょう。はい、まずレベル70にします。長押しですよ。いきまーす。あたた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 た。ああよくそうか、そうやね、73ね。はい、じゃあいきます。はい、で限突工事使います。はい、2枚と。で、11枚あるんで、ちょっと称号チャレンジ1回しようかな。まあ、ちょっと75にします。こういう時に限界突破コーチというのは使うんでね。あ、スキップしちゃった。スキップしていく系 YouTuber です。はい。で、75と。あ、ギリギリよかった。ストップ経験値マジできついわ。はい、70。これで極みですね。よし。限界突破コーチのね、使い方ってすごいよく聞かれるんですけど、まあ、こういう感じでね、ワールドスターとか、まあ、TS、OB、に使っていくことがおすすめですね。現役選手に限界突破コーチというのはあまり使わない。まあ初心者の方とかね、使い道わからないと思うんですけど、あんまり使わないですよ。現役選手にね。で、称号チャレンジ何ついたらいいんやろ。圧倒的な9位か。圧倒的な9位と、火の玉ボールでもいけるな。火の玉ボーイ。今ちょっと見た感じわかんない。ちょっとごめん。パッと見てるんで今、火の玉ボーイと、圧倒的な9位かな。ってことで、極意書2つ、あ、限界突破コーチ1個で、極意書2つつけようか。じゃあ行きます、称号チャレンジ。はい、むちゃくちゃですけど、まあ、9位型になってくれたら嬉しいかな、とりあえず。3つ行くとこか。3つ行こうぜ。3つ行こう。20個あるし。行きます。初めて使います、限界突破コーチで称号チャレンジ。シュピン、シュピン。いや、あっきつ。うわー、えぐ。マジけ。うわ、惜しい。どうしよう。もう1個使いたくなってきた。いや、もったいない。いいです、いいです。もったいない。やっぱり行くわ。やっぱり行くわ。いや、ここまで来たらね、旧型にはしたい、せめて。同値じゃなくてもね。極意書つけるとマジでね、星1なるんよ。これなんなんやろね、これ。コナミさん。まあいいわ、ちょっと、行きます。2個で行きます。ちょ、頼むわ。限界突破コーチもう5枚使ってんで、今日で。4枚か。お願い！マジ怒っていいよ、ほんまに。もうそれやったら請求つけるわ、もう。いやー、これがね、闇ですね、称号チャレンジの。皆さん、称号チャレンジマジで闇なんで気ぃつけてくださいね。本当に A ランクの契約書、A ランクの選手をたくさん置いた状態でやることをお勧めします。ギリギリの状態でやるとこうなります。はい。限界突破工事使うようなアホな声出ますんで、すごい怒ってるからすごい喋ってます。はい。じゃあ、腹立つんで、リアルタイム対戦やっていきたいと思います。はい、じゃあ、マー君をね、リアルタイム対戦で使っていきます。どんだけね、今の現状でリアルタイム対戦通用するのか。まあ、ゴールドランク5ですけども、まあ、これね、もうプラチナに上がる試合かかってますし、まあ、特殊能力はね、援護1個つけて、対ピンチと強打者は5をつけてるんで、援護はあまりリアタイ関係ないんでね、これリーグ戦に、こう、打率とかアップするんですよ、確か。で、まあ、リアタイもね、どうなんかなわかんないですけど、まあもういいです。はい。対ピンチと強打者つけてるんで。で、球種がね、ちょっとね、リアタイに通用しにくい球種にはなってるんですけども、まあ、対ピンチついた時に力を発揮するんじゃないかなと思ってますんで、まあね、対ピンチしていきたいと思います。はい。ピンチを背負いたいと思います。じゃあ、やっていきます。じゃあ今日はね、1試合にしたいと思います。で、ピッチャーの即キュアシリーズっていうのはすごい初めてなので、緊張もしてますが、まあ、いい試合になればいいと思ってます。コールドだけはやめよう。あ、やってもた。田和田選手は打てるよ。焦るな。打てるぞ。オッケーオッケー。まあ、とりあえず3点ぐらい欲しいな。まあ、マー君がどんだけ打たれるか未知数なんでね。うわー、ここでストレートくる。なるほどね。落ちて、頼む、頼む。よし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 。筒に一気にシフトでしたね、今。よし、ギータ。アニバでね、柳田選手が来るみたいですね。うわ、やった！うわーさあ、マー君。まあ、今のね、ゴールドランクってもう本当に強いんでね、猛者がいっぱいいるんですよ。マー君、これ、キレとかあったらマジで強かったよな。あ、けど降ってくるな。ストレートどうなんや？制球がいいんよ、そう。86もあるんでね。相手に請求落とされない限りすごいね、多分狙ったとこに行くんじゃないかな。ほらストレートとかもちょっとビタビタ投げてみよう一回。ああちょっと微妙。わあ取ってほしかったな菊池選手。まあ多分投げミスっていうのがあんまりないんですよね。うん、こういうのも多分振ってしまうんじゃないかな。スライダーとかどう？このスライダー結構厄介ですからね。ほら牽制投げ、牽制結構僕アウトにするんでね、この辺から高い落としても多分振るんじゃない。ほらゲッツ、何してんねん。来た大ピンチ、大ピンチ来ました。どんぐらい落ちるんやろ、この辺から落ちるんかな。おおこれはおーなるほどね。まあ無理せんとこ、ポテンヒットあるからな。もう一回落とそう。この辺からでもボールなるんかな。うわービタビタ、よし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 。まあビタビタいくな、結構請求よかったら。よーし点取るぞ、集中。よし外角はダメよ、ランク戦で。ランク戦での外角は結構きついからね。いやまあきつくはないか。まあほんま時と場合によるんですよね、外角投げる時って。うわー来たフル丸、フル丸ジュリ丸みたいな言い方したけどボール。よしストレート狙おうかな。 OK、 ういナイス選球眼、ナイス戦、はい、ナイス戦。次ストレートかな、いやフォークかな、迷ったらあかん。スライダー危な、ちょっと打ち損じてない。きた、うわーここで変える平井さん。あライオンズ純正なのかこの方は。違うな、違うけど。うわチャンス消された。平井さんどんな感じだった球種。うわえいける、やめてアウトはやめて、シュートか。ちょっとここはかぶらせてもらっていいですか。かぶります、よっしゃフルかぶいやちょっと待って、カットスライダーシュートチェンジアップかな。カットとシュートの見分けがつきにくいよね。マジけ流してもよかったな、広角ついてるから。うわーこれホームラン運びたいな。ボールシンカーか、オッケーオッケー。サークルチェンジャーと思ってた、シンカーね。おぶれー手でかけた、よしよし。和気あいあいからのスライダー早いの今の、マジか。よっしゃいや今スライダー呼んだんやけどホームランならんかった、マジか。じゃあ代打構成いきます。もう右バッターが多いんでね、元の通常時守れる守備位置が。だからこうやって代打で左バッター出していくしかないんですよね、僕左得意なんで。うわあれチェンジアップか、了解。球種は全て分かった。うわーちょっと待ってマジでカットに見えた今。うわうまっ、やべえもう1点取らないと負けるぞ。何があるか分からんマー君。よっしゃー、うーわもうあそこのスライダーは激甘っす。シュート OK、 集中していこう、ちょっと喋らん。こんなもんや、うん喋らんかったらこんなもんですよ。喋ると頭の中がいろいろ考えて球種が絞れないんですよね。けど喋らないといけるんです、 VIP です。はいということでもう大丈夫なんで喋っていきます。まあねこうやって今のねストレートもね喋りながらやと打てないんですよね、うん、言い訳ですよ、はい言い訳、うんこれが言い訳 VIP です。はい来ました。ここでマスソン選手、なんでさっきマスソン選手出さんかったと思ったら A ランクでしょ。あ違うか、めっちゃ喋るでしょ点取ったら、うんすごい生きるでしょ点取ったら。あちょっと喋らんときます、うん、こんなもんよだから、うんね喋らんかったらこんなもんなんです、はいムカつく、ごめんな、うん、うん、ごめんな、うん、ちょっとたまるとこんなもんなんだ、ごめんな。あやばいちょっとこれマー君回ってこんへん。あ今日ならもう1本ぐらいはいけるな。8点までやったらマー君登板できるんで、よしこれ入らんでしょ。ちょっとねこれねツーラン打ったらまずいのでマーク回ってこないんで、ちょっとこれアウトにならしてもらいます。はい別にこれナメプとかじゃなくてやっぱり検証動画なんで、ちょっとここはあ、クソとかやってうつきないけどね。オッケーオッケー。はい、これね、強打者に対してね、マー君すごいね、能力発揮するんですよね。よし。よし、外角とか落としてみようかな、一回。初外角落とし。ああ、振ってこないか。じゃあこの高さからのスプリットはどう？わ、きつ。じゃあスライダー取って、よし。で、高速スライダーとかもちょっと混ぜていきたいんですよね。ああ、高速スライダー打たれるのかな、やっぱ。で、さっき打ちにくかったこの辺のストレートとかどう？ああ、打ってくるか。そうか。よし、強打者ついた。うわ、きついな、ちょっと切れて。うわー、あれ、もしかしてまたシンキングファーストとスプリットの見分けってつきにくくなってるとかないよね。お、え、ないっすよね。回転の変化ついてますよね、正直言って。もしかしてシンキングファーストと、あ、打ってきたじゃあちょっと同じコースに、あ、来た、タイピンチマー君来た。あ、ちょっと待って、これ来てんちゃん、まさかまたマー君の時代。よっしゃ。はい、ということでマー君抑えれましたね。はい、ということでまたね、マー君使っていけたら使っていきたいと思ってますんで、ぜひね、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、VIP でした。